しまった。はい、皆さん、僕はジャコンチンです。やってしまいました。完全にやっちまいました。先日のね、コミチンカレー発売の動画の中で、こちらのね、箱に入れて4個セットで発送するよっていう風に、言ってたんですけども、これ分厚すぎた。4個入れるともうパンパンで320円で送る基準を超えてしまうんですね。どういうことかと言いますと、この前ね、郵便局でいう U パケットという企画でね、送るっていう話をしてたんですけども、その中でね、1キロを超えると送れないとかいう話をしたんですけども、重さ以外にもいろいろ制約がありまして、例えばこの、まあ、縦横でね、長い方で何十センチ以下じゃないといけないよとか、高さというかこの厚みね、厚みが、何センチ以下じゃないといけないよとか、寸法のね、決まりがあるんですけども、こいつはですね、その厚みを超えてしまっていたんですね。意外とね、レトルトカレーって分厚くてですね、一応ね、まあ、閉まるのは閉まるんですけど、どうしてもね、真ん中ら辺が膨らんでしまうんですね。で、こちらがその規定をですね、クリアするかどうかの枠なんですけども、今回送るのが3センチっていうね、3センチ厚、これにすんなり通ればいいんですけども、どうやっても通んないんですよ。これが発覚した時ですね、終わった終わったと思ったんですけど、なぜかというと、この段ボールですね、うちに1000個あるんですね。1000個あるんですよ。いや、ちゃんともちろんね、調べたし、この段ボールをね、発注した時、U パケット専用っていうので発注してるんで、もちろんね、こいつ自体は通るんですよ。かなり余裕を持ってこっちからでも通る、問題なく通る箱なんですけども、いかんせんこうやって4つ入れるともうパンパンやで、パンパンっていう感じでですね、もうどうやってもこの箱を使った場合、送料320円で送ることができなくなりました。じゃあどうするんだと、一応ですね、解決方法としては2通り考えました。まず1通り目というか、まあこちらが本筋なんですけども、こちら見てもらった箱よりもう一回り大きな箱を発注することにしました。で、箱が大きくなってもその U パケットの企画であれば送料は変わらないんで、320円のままお届けできます。つまりこの間動画で見た時より箱が大きくなるだけだよっていう、そういうご報告ですね。それが一つ目の解決案です。で、そいつは企画的にはね、大体の倍ぐらい大きいのかな、まあ、カレーをね、こうやってね、4つ平らに置いても大丈夫な大きさだったんで、まあ、これの、倍ぐらいのね、大きさということで、まあ、大きさ的にはこれぐらいの大きさのものが届いて、まあ、イラストがね、ドカンと載ってるっていう、そういう感じですね。そちらだと、この間お伝えした通りですね、2680円の本体代と、送料320円で税込みきっちり3000円でですね、コミチンカレー4つと、アクキーがね、1個ついてくるということで、何も変わりはないんですけども、それだと家にこいつが1000個残ったままになるということで、ここからはですね、コミチン救済企画になります。どういうことかと言いますと、こいつをこうやってパンパンの状態で送ると U パケットというサービスは使えないんですけど、当然通常配送はできるんですね。まあ当たり前ですね、荷物として送れるのは変わりないんですけども、ただ送料が上がるんですよね。いくらになるかっていうと、320円だった送料が680円に上がります。で、それって買った方がただただ負担するっていう、とてもなんかこう自分勝手というか僕の都合だけで言ってることになるので、それは良くないといろいろ考えました。その結果ですね、通常配送の680円の方でもいいよと、このミニサイズのね、こちらの箱でもいいよという方には、こちらのアクリルキーホルダーですね、コミチンのアクリルキーホルダー、こちらを本来ランダムで1個だけなんですが2個お付けします。
プラス1個つけてお送りします。なのでもともとこのアクキーをね追加で買おうと思ってた方はちょっとお得になるんですよ。まあほんの少しですけどね。ね、一応これも7色あって1個がシークレットになってますんでね、ぜひ集めては欲しいんですけども、まああまりねこう強くは言えませんので、まあ、本当協力してくれる方というか、それでもいいよと思った方だけ、配送方法のところでですね、通常配送というその680円の方を選んで、こちらの箱をですね使わせていただけると非常に助かります。うん、本当に本当に助かります。いやー本当商売って難しいですね。まあ、新しいことを始めているのでね、まあ、一個一個勉強なんですけども、今回ねちょっとかなり数があるのでご協力してくれると非常に嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。